B 2連勝のアイナックとまだ今シーズン勝ちがない野島ステラの一戦です。で今日はキックインセレモニー神戸市出身、ミスター神戸としても知られる長島昭弘さん、アイナックの練習拠点神戸レディースフットボールセンターのアドバイザー長島さんのキックインセレモニーでした。立ち上がり勢いを持って入ったのは野島ステラでした。10分、つないで後ろから川島のシュート、そうですね、立ち上がりからいいちょっと攻撃やってたんですけれどもね、やっぱこれが痛かったっていうかね、この辺りから少し13分、鳴宮田中のターンでシュートフィニッシュまで持っていきました。そうですね、やっぱり能力高いですよね、はい、この辺りがね、なんとか大賀と池尻がしのいだというシーンです。ついていきました。ゲーム動いた25分、サイドでワンツー、森谷のクロス、鳴宮ポストに当てながらゴールの枠の中に入れました。アイナック先制。ここまでの展開を鳴宮が作って自分はゴール前に入っていくと、あとはこの深いところを破った後、鳴宮のポジショニングすごくいいですよね、はい、あそこでちょっとセンターバックやっぱりキーパーの間を気にするんで、少し寄るところをあそこのポジション取って待ってると、はい、素晴らしいゴールだったと思います。1対0でアイナックリード折り返し後半。ただ野島ステラもこの1点に気落ちしませんでした。60分、坂木原キープ、南のシュート、山下がキャッチ。これも坂木原が粘りました。3人引き連れて南野がフリーで打てました。そうですね、1対0の状況だったんでね、ここで1点取れたらっていうシーンがたくさん出てきますね。64分、コーナーキック、競り合いから藤原のミドル、枠を捉えていました。76分、交代で入った高瀬、すぐ仕事をします。森谷のクロス、高瀬のヘディングシュート。76分、苦しい時間帯に追加点、リードを広げました。この森谷のクロスもレベル非常に高いですし、高瀬のこの、速いボールに対してしっかりとコンタクト、ボールに対して、ね、コンタクトできているのは素晴らしいですよね、はい、やっぱり。で森谷は今日2アシスト、この働きも逃せません。タイトル奪還に向けて下位相手に取りこぼしは許されないというアイナック、しっかりと勝ち切りました。ウィーリーグ第4節、アイナックと野島ステラ2対0、アイナック開幕から3連勝を飾りました。